回復薬と装備の準備は？バッチリです。素因生成の術式もちゃんと暗記してきました。よし、それじゃ。もはい。行くよ。行くぞ。来い。君こっちだ。絶対大丈夫。よし。行きましょう。はい。防御する。
ティーゼ、手助けすると言っておきながら危ない目に遭わせて。あ、謝らないでください。参加すると決めたのは自分の意思なので。そうですよ、そもそも私たちがもっと強ければ、あんな獣に苦戦することもなかったはずですし。いや、そんなことは。まあ全員無事だったんだから、ひとまず良かったじゃないか。俺たちが油断していたのは事実だ。次はもっと慎重に行動するから、また一緒に来てくれないか。はい、もちろん。自分たちもそれまでに腕を磨いておきます。俺たちも頑張らないとな、ユージは。うん、そうだね。さあ、目標は倒したし学院に戻ろう。
この辺りで少し休んでいこうか。ああ、そうだな。それより今回は無事に獣を倒せたな。ロニエとティーゼもよく動けていたと思う。本当ですか？ああ、二人だけでもやれたんじゃないか。さすがにそれは無理ですよ。そういえば出発の前に聞いてほしい話があるって言っていなかった？そうでした。ユージオ先輩、キリト先輩、実はお二人に一つお願いがあるんです。お願い？何かな？大変申し上げにくいことなんですが、そのずっと前にユージオ先輩がおっしゃっていた指導生の変更申請に関して学院管理部にお口添えいただきたく。それは僕のそば好きをやめたいということ？それともキリトの、もしかして両方？違います。私たちじゃないです。そんなとんでもないです。お二人のそば好きはむしろ変わってほしいって子がいっぱいいて、いや、そうじゃなくて、変更をお願いしたいのは寮で同室の子なんです。フレニーカって名前で、真面目で一生懸命で剣が強いのに控えめな、とってもいい子なんですが、実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修剣士殿がかなり厳しい方らしいのです。特にここ数日、ちょっとした粗相にも長時間の懲罰を課されたり、学院内では少々不適切と思えるようなお世話を追いつけになったりされるようで、フレニーカが辛そうで。フレニーカの指導生の名前は？あの、ウンデール・チーゼック、自責上級修剣したのです。あいつ、ユージオに返り討ち食らったくせにまだそんな陰湿な真似してるのか。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。でも、もしかしたらそのせいで。つまりジーゼック上級修剣したのはユージオ先輩と立ち合いで引き分けたことの腹いせって言いましたっけ、そういうの？そう、それです。勝てなかった腹いせにフレニーカに懲罰権を行使されたり、屈辱的な御用をお命じになられていると、そういうことですか？私には分かりません。私のお父様は言ってました。私たちが特権を持ち贅沢な暮らしを送ることを当たり前と思ってはいけない。貴族であるということは、そうでない人たちが楽しく平和に暮らせるよう力を尽くし、そしていつか戦が起きた時は貴族でない人たちより先に剣を取り、先に死ななければならないということなんだと。ジーゼック家は四区に大きな屋敷を構えて、セントリア郊外には資料地だって持っている名家です。ならばジーゼック上級修剣士殿は下級貴族よりももっと人々のために尽くさなければならないのではないですか？たとえ禁忌目録に記されていなくとも、貴族ならば自分の行いが誰かを不幸にしていないか常に考えねばならないとお父様は言いました。ジーゼック上級修剣士殿の行いは確かに禁忌にも学院則にも触れていないかもしれませんが、でもフレニーカは昨夜ベッドでずっと泣いてました。なんでそんなことが許されるのでしょう。素晴らしいお父さんだな。一度お会いしてみたいよ。いくら上級修剣しても学院則に定められた範囲外の仕事をそば好き練習に命じたりはできないんじゃ。はい、それは違反にならずとも、その
女子生徒としては少々受任しがたいご命令をいろいろと。いや、それ以上言わなくても、そのフレニーカってこの状況は分かったよ。すぐにでも協力しよう。確かそば好き初等練士の指名を解除するには教官だけじゃなくてその修験士本人の承認がいるはずだよ。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。この場合その誰かというのは。ああ、僕らの役目だろうね。あの、私キリト先輩のおっしゃったこと少しだけ分かった気がします。禁忌目録には書いてないけど大切な精神、その法をただ守るんじゃなくて、なんでその法があるのか正義に照らして考える、従うよりも考えることが大切なのかなって。うん、その通りだ。ロニエ、考えることは人間の一番強い力だ。どんな名剣、どんな非奥義よりも強いな。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだ。さあ、そろそろ戻ろう。ウンベールのことに関しては俺と友情に任せてくれ。はい、ありがとうございます。とはいえ、ウンベールの件何か考えがあるのかい？まあ、俺たちが下級生をいじめるのはやめろって言っても素直にやめるやつじゃないのは確かだよな。しかし、ウンベールはともかく、ライオスは闇で陰険だけどバカじゃないよな。神聖術や法学、歴史、そんなライオスがウンベールがそばつき練士にきつく当たるのを黙って見ているのは変じゃないか。正式な懲罰はなくても悪い噂くらいは立つだろうし、自尊心の塊みたいなあいつなら懲罰と同じくらい嫌がりそうだけどな。ライオスにもお手上げなくらいウンベールが不機嫌だってことなんじゃないか。その原因が僕との立ち合いならどうしたって僕が一言言ってやらないと。だからさ、そこだよ。もしかしたらこれはユージを狙った手の込んだ罠なんじゃないのか。まさかそんなことはありえないだろうけど、それでも聞き入れないようなら管理部にフレニーカの配置替えを要請しよう。ああ、そうだな。